はい、今日はね昼から出社するので午前中はね家でやっていきたいと思います。あ、持ち帰りでお願いします。アイスのラテください。そんな大丈夫です。ありがとうございます。はい、で今日から6月なんですけども、この前ねライブ配信、今週の火曜かなライブ配信した時には言ったんですけど、実は僕6月から部署移動になりまして、もともとはね結構新しいサービス、社内の中ではまあリリースしてから2年か3年ぐらいの新しめのサービスにいたんですけど、なんか全社公募って言って、全社でねこれから力入れていく領域があって、そこの応募があったんで、まあそれに応募してなんか面接して受かったんで、そちらの部署に、はい、今日から移動になります。で業務内容もずっとサーバーサイドバックエンドをやってたんですけど、まあ、次の部署ではちょっとフロントエンドの開発だったりとか、まあ、パフォーマンス改善みたいな SRE みたいなところもしたりするので、いい経験ができるんじゃないかなということで、はい、結構楽しみです。それでは早速新しい部署1日目仕事していきたいと思います。今日から部署移動ってことなんですけど、これなんで移動することになったかっていうと、これ先ほども言ったんですけど、まあ、僕がね希望して部署を移動したわけなんですよね。これね別に前の部署に不満があったとか業務内容に不満があったわけでは全然ないんですけど、まあ、じゃあなんで移動したかっていうと、これはねもうシンプルに環境を変えることが一番成長できると思ってるからですね。まあ、やっぱりねある程度同じような環境にいると成長ってね結構まあ止まるというか、まあ、成長の速度って鈍化していくと思うんですよね。環境を変えた瞬間が一番学ぶこと多くてめちゃめちゃ成長するんですけども、まあ、そこから1年2年経ってくるとだんだんこの成長の角度っていうのは鈍化していくと。やっぱりコンフォートゾーンを抜けないと人って成長しませんから、まあ、皆さんねぜひ成長したいと思ってる方で何をすればいいかわからないって方はまずね環境を変えてみてください。これは例えば付き合う友達を変えてみてもいいですし、新しいコミュニティに入ってみるとかでもいいですし、まあ、仕事してる方だったら転職するとか副業始めてみるとか、学生だったらエンジニアインターン始めてみるとかね、まあ、そういった新しい環境に飛び込むことって非常に成長という面では大事なので、これはね積極的にするべきだと思います。まあエンジニアとして1年間でその部署のことを全部分かったかっていうと全くそんなことはないんですけど、まあ今回ね全社で注力する領域で募集があったんで、まあこれはいい機会だなと思って応募して移動したというような感じですね。はい、皆さんもねぜひどんどん環境を変えて一緒に成長できたらなと思います。ホットのトロラテ持ち帰りで。はい、今ねちょっと昼飯食って、休憩してるところなんですけど、今日はですね、まあ、配属初日ということで、まあ、基本的に環境構築だけなんで、まあ、結構楽なんですけど、まあ、新しいチームではねフロントの、まあ、Next.js ですね、まあ、なんでリアクトかなの環境構築をしてるって感じですね。はい、まあ皆さんご存知かもしれないですけど、僕今までサーバーサイドバックエンドしかしてないんで、まあ、全然ねフロントの領域経験ないんですけど、まあ、これからね業務で経験できるっていうことでね、まあ、こういったね社内で転職できる、社内で部署移動できるっていうのも、まあ、メガベンチャーいいところかなと思います。まあ、自分がやりたい領域とかやりたいサービスがあったりとか、まあ、使いたい技術があれば社内で結構公募とかがあるので、まあ、そういったもので応募して移動できるっていうのはまあいいなと思いますね。はい、これからねフロントエンド学んでいくんで、ぜひ皆さん一緒に学んでいきましょう。フロント詳しい方は教えてください。おすすめの参考書とかねぜひあればコメント欄で教えてください。はい、それでは仕事戻りたいと思います。全然わかんな。やっぱ手持ちでいいか。手持ちの方が。ハンターハンターという合金的な。合金。10、なんだっけ。10音痴。どういうこと？あ、でも熊かっこいいってコメント来てた。あ、拝見しました。うん。あ、拝見してる。ちゃんと見てる。自己紹介しといた方がいいんじゃん。写真集、来月に出るんで。あ、出るん、どっから出版社どこ？インスタグラムです。インスタグラムなんや。へぇ。じゃあ企画会議やりますか。お願いします。で、まあいい点としては編集をやったことで、その前問題だった俗人化しててどうのこうのとか、はいはい、そういうのがまあ若干解消されてる。なんでかぐれやってんすか。会社にやらされてるからです。会社にやらされてるんや。あれ普段って業務何やってんやったっけ。普段は、うん、金融系のサービスを使って。金融系のサービス、ほんまか。ほんま。ほんま。あ、金融系のサービスなんや。知らんか。なんかどんな、普通に API 開発とか。 API 開発と、うん、クレジットカードみんなの番号が入ってるデータベースを維持してます。あ、維持してるんや。あ、そうなんや。楽しい。
気持ちいいですよ。ユーゴは何してんやったっけ。俺は EC サイトのバックエンド、うん、ああバックエンドか。普通にじゃあウェブアプリケーション開発って感じ。そうだね、うん、やったり、まあ、たまにフロントもやったりみたいな。ああそうなんや、フロント両方やるんや、うん、そう。チームでエンジニアが俺とリーダーの2人しかいないから。ああそうなの、すごい。分野問わずやらないと。めっちゃじゃあ小規模なチームや。そうだね。だからメガベンチャーでもそんなベンチャー企業みたいなちっちゃいチームもありますよと。そう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 、うん、だからもう本当にこれ見てる人も入ってほしい、うん、入ってほしい。チーム人足りてない、うん、足りてない人足りてないんや、うん、ぜひ。お前のカード番号俺が見てるからな。何脅し見てるからな。怖っ。絶対そんなちゃんと見られへんやん。ほんでマスクされてるやろ。また定評価にすごい悩んでるから。はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じで企画会議おしまいということで、はい、はい、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。コスパいい。はい、今帰ってきました。現在9時過ぎなんですけど、今からねちょっとジム行って、そっから編集とかしたいと思います。はい、筋トレ最高。筋トレ最高ですね。はい、ほんま最近つくづく思うんですけど、もう筋トレって全て解決します。はい、マジで体力つく、精神力つく、もうおまけにいい体になる、シンプルにストレス解消にもなりますしね。最近ね世の中のことも全て筋トレが解決すると思ってます。はい、まあ皆さんもねぜひやってない方いれば一緒に筋トレしましょう。で今10時半とかなんですけど、まあこれからねちょっと動画の編集して今日は寝たいかなと思います。はい、それでやっていきましょう。基本的には任意で研究してない。まあ